香りわかるか？うん、なんか甘いようなエキゾチックな香りというか。海外だと新婚カップルのベッドルームにイランイランの花が添えられてるってとこもあるらしい。新婚カップル、まずい、まずいぞこの流れ。じゃあ明日一限あるし、そろそろ寝よっか。本当に来ちゃったよ。つーか広っ、ここ一人で住んでんの。好きなとこ座ってて。あ、うん、ありがとう。にしても綺麗だね。わあ、なんか篠宮の匂いがする。じゃねえだろボケ。お茶入れたけど。どうした？いや、なんでも。あ、そうだ、寝るとこ用意しないとな。あ、ごめんね、ほんと。そっか、こいつと一緒に一週間寝起きするって。今、変な空気になるのはまずい。なんかめちゃくちゃ緊張してきた。探し物？うん、布団乾燥機。あ、あったあった。お前の布団乾燥させないとな。あ、気にしないで、急だったし。いや、掃除も本当はもっと完璧に片付けてから家に誘おうと思ってたんだけど。え？だって恋人には少しでもくつろいでもらいたいだろ。あ、そうだ、アロマ何がいい？アロマ。布団乾燥機でアロマの香りつけれるんだよ。どれがいい？ラベンダーにオレンジ、ベルガモット、イライラ。まあ他にもあるから好きなの選んで。僕こういうのよくわかんなくて。ああ、よく眠りたければラベンダー、緊張ほぐしてリラックスしたいんだったらオレンジかベルガモット。リラックス効果があった上で少し官能的なのがイランイランかな。か、官能的？そんなアロマもあるの？興味あるの？じゃあイランイランにしよっか。いや、そういうわけじゃ。じゃあ待っててな。またこいつのペースに。にしても、もともと綺麗好きなんだろうけど、いつも以上にものすごく掃除してくれたのはわかる。それにこれも。これ渡そうと思って。なんでそこまで？そりゃ福原に喜んでほしくて。俺、お前の笑った顔好きだからさ。なんでこいつの隣が居心地いいのか分かった気がする。こいつはいつも俺のことちゃんと考えてくれてたからだ。決してこいつが幸運体質だからなわけじゃない。もしかして俺はこいつのこと少しずつ。よし、とうとうこの時間が来てしまった。つーか、なんで横並びに置いてんだよ。これがイランイラン。香りわかるか？
なんか甘いようなエキゾチックな香りというか。海外だと新婚カップルのベッドルームにイランイランの花が添えられてるってとこもあるらしい。新婚カップル、まずい、まずいぞこの流れ。じゃあ明日一限あるし、そろそろ寝よっか。ああ、寝てるのか、それともさすがのこいつもいざ俺と一緒に寝るとなったら緊張してるのか。本当に寝てる？てか俺何考えてんだ。寝ないと、寝ないと。